こんにちは、クリッカー夏猫です。みなとみらいにある日産グローバル本社ギャラリーに、鮮やかなブルーボディにホワイトとグレーの模様が施された GTR R3 号型が展示されています。この車両は2018年8月24日から全国イオンシネマにて公開されるタカラトミーのアニメ映画ドライブヘッドトミカハイパーレスキュー機動救急警察に登場する車の実車で、アニメに登場する GTR は日産による完全監修とのこと。ドライブヘッドは2017年に TBS 系で放映されていたアニメで、小学生の主人公たちが乗った車がロボットへと変形し、警察、消防、救急に特化した能力で交通事故や災害などから人命を救うアクションアニメです。車田ゴーをはじめとする主人公たちは、どことなく見覚えのあるスーパーカーに似たドライブヘッドに乗り込み、サポートをするソニックインターセプターというトレーラーと合体をして二足歩行ロボット型に変形をします。この機動救急警察の活躍を描いたテレビシリーズは、新世代ロボットアニメとして子供たちから圧倒的な人気を集めました。実を言うと、ライターの家にもアニメに出てくるソニックインターセプターという玩具があり、スポーツカーがロボットへと変形するギミックを見て、ライター自身が子供そっちのけで楽しんでしまうほどでした。映画の中でこの日産 GTR は警察、消防、救急それぞれの能力に特化したマシンとして登場し、ドライブヘッドのサポートカーとして大活躍をします。劇中のボディカラーをまとった実写が目の前にあるというのは、アニメのファンにとっては感動もひとしおでしょう。もちろんこの GTR が変形をすることはありませんが、仮想世界の車をラッピングで再現してみせたのは日産の遊び心の表れですね。日産グローバル本社ギャラリーでは8月24日まで機動救急警察専用車日産 GTR 警察バージョンのラッピングカーを特別展示しています。展示車両には自由に乗り込んで写真撮影も可能ということですので、この夏休みを利用してお子様と一緒に日産グローバル本社ギャラリーへ足を運んでみてはいかがでしょうか。